昨日後輩 A から聞いた話。 A がガキの頃縁日で亀を持って帰った。その時水槽など入れるものがなかったので、とりあえず洗面所に水を張って飼っていた。数日間洗面所で飼っていたが、ある日亀が行方不明になった。 A は探したが見つからず、逃げたのだろうとあまり気にもしていなかったらしい。それから数日後、 A は頻繁に金縛りに会うようになった。とはいえ気のせいだろうとさほど気にはしていなかった。しかしある日 A はいつもより強烈な金縛りに遭った。金縛りだけでなく、足を持ち上げられている感覚があったらしい。そしてどこからともなく、いい加減にしてよねと女の弱々しい声が聞こえてきたらしい。A は何が起こったか分からず、ただうろたえていた。女の声が続く。ここは寒いのよ。その時 A はピンときた。亀だ。あの亀の声だ。 A は亀につけた名前を思い出した。確か亀子だ。心の中で A はその声に語りかけた。亀子さんですか。声はそれに答える。そうよ、干からびてきてるのよ。早くここから出してよね。すいませんでした、すぐに見つけ出します。 A は必死で謝ったらしい。すると、わかればいいのよという言葉とともに足の力がスッと抜けたらしい。 A が最後に、今どこいるんですかと聞くと、ここはとても寒いのよとだけ答えたらしい。A は次の日必死で家の中を探し回り、2階のベランダの排水溝の中で干からびた亀の死骸を見つけ、すぐに供養したらしい。皆さん、生き物は大切にしましょう。